こんな悩み聞きました。肩関節の触診で悩んでます。肩関節はまず上腕骨、上腕骨のこうやって外側上下を触れてください。外側上下を触れたらそのまままっすぐたどると大結節です。大結節を触れたらそのまま内側に指を入れるとへっこむ場所があります。これは上腕二頭筋長頭の結節間孔、そしてその前方に小結節があります。これをイメージして外側上下を触れます。そのままたどっていくと大結節を触れます。でそのまま前方に行くと結節間孔、さらに前方に行くと小結節、これが触れれば棘上筋、棘下筋、小円筋の付着部である大結節を触れることができて、さらに結節間孔の上腕二頭筋長頭腱が触れられて、さらに小結節につく肩甲下筋が触れられます。外側上下からそのまま大結節に向かう、このようにまずやってみて、いろいろ触診の技術を学んでみてください。また質問してくださいね。